アーセナルのアーセン・ベンゲル監督は新しい攻撃が必要だという。15日、イギリスメディア、スカイスポーツが同監督のコメントを伝えた。サウサンプトンに 1-1 で引き分け、その後のウエストハムとの1戦は 0-0 で引き分け、先週の2試合で勝利に苦しんだアーセナル。同クラブを率いるベンゲル監督は16日のホームでの入荷する戦で勝ち点3を望んでいる。まず、同監督は先週の2試合について次のように振り返った。先週の2試合は、0-0 であればいい結果だという考えのクラブとの試合だった。だから難しい試合だったね。先制点を決めない限り攻勢に出る必要があり、常にカウンターのチャンスを与えるというギャンブルを取らなければならなかった。さらに悪いことに、ウエストハムは可能性のあるフリーキックやコーナーを持っていた。また、プレミアリーグのビッグ6の中でも総得点が少ないアーセナル。ベンゲル監督は堅いディフェンスを打ち破る新しい攻撃を見つけなければならないと考えている。ポゼッションが7割でも試合に負けることがある。これは問題だ。だから我々は新しい攻撃が必要。しかし、堅いディフェンスというのはこういった新しい問題をもたらし、解決策として新しい攻撃を生み出してくれる。試合の質はあるから、新しい攻撃ができるまで遠くはないと思う。理想的には、両チームともに、ディフェンスだけでなく攻撃的なプレーをしてもらいたい。我々はゲームを魅力的な状況に作り出す必要があるからね。私はそれがサッカー選手の責任だと思う。